僕らちょっとあえて遅刻して、でまあパワハラを引き出していくからっていうことで、見てディフューカー落ちた、あ、もうですか、あ、落ちました、落ちて、イーさん止めてください、あ、オッケーお願いしますよ。あ、どうもどうも、空気清浄機頼ってるやつアホ、よろしくお願いします。お願いします。いや、ちゃんとしてくださいよ。そんなことしてあかんですよね。いや、今日なんですけど、はいはい、まあ、ラファさんも先に言ってまして、というのも、はい、木下さんっているでしょ。TKO の木下さんっているじゃないですか。はい、ちょっとパワハラで、ちょっとまあ問題になってて、はい、みたいな。はい、で、まぁ、ちょっとコラボすることになりまして、はい、で、まぁ、今日は対談みたいな感じで、ラファさんと一緒にまあやるみたいになってるんですよ、そうですね、向こうはね。そうですね。でも、まぁ、ラファさんの指示で、はい、まあ、オープニング撮ってまして、はい、まあ、ちょっと都合上ラマさん先に行ってるんですけど、はい、僕らちょっとあえて遅刻して、はい、で、まあ、パワハラをちょっと引き出していくからということで、怖いんですよ、怖いんですよ、怖いんですよ、怖いすよ、だからラマさんの指示でね、こう言ってるのはいいんですけど、はい、まあ、ラマさん今で木下さん側の撮影をしてて、僕らがその間も遅刻してるっていうフラグで、はい、で、もうさらに失礼なことしていって、はい、で、パワハラするかどうか怖い見ていくからっていうことですよ。ええ、僕はちょっと失礼な態度していって、はい、ちょっとまあそれをまあ検証じゃないですけど、はい、まあやっていこうかなと、まあ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 いうことで、怖いって話聞きましたけど、怖いっすよね、はい、まあとりあえずもう行きます、言うて時間でしょ、まあそろそろ行かないと、もうだいぶ遅刻してますからね、はい、かなり遅刻してるんで、行きましょう、行きましょう、行きましょう、いやすいません、うちの本当にちょっともうちょっとで来ると思うんで、いやもう全然全然あの動画は撮れたんで、いやだから今回カジサックさんに紹介してもらって、はいはい、どう思いました、最初大丈夫でした、いやもうカジサックさん、まあ、もちろん僕木下さんは会ったことないんで、うん、わかんないですけど、うん、カジサックさんに関しては僕があの絶大な信頼で、あ、なるほど、あるんで、カジサックさんがもうおすすめしないと間違いないんやなっていう、あ、逆に絡んだ方がいいんやろなぐらいの温度感です。いや、ありがとうございます、カジサックさんの信頼度をさせてもらって、知らなかったですもんね、いや、まあ、どういう風な絡み方すればいいかわかんないですし、そう、確かに確かに、はい、木下さんのことはもちろん知ってますけど、はい、今ちょっとまあ炎上みたいになってるんで、はい、どう絡んでいいかちょっと分かんないじゃないですか、それも確かにな、そうなんですよ、で、まあいきなり一発目でって発想はないんで、はいはい、でもカジサックさんに言われて、でも僕カジサックさんがどういうことも知らなかったですよ、僕は一発目と思ってました、あ、ほんまですか、そうす、なんかすんません、あ、いや全然全然、いやだから全然全然、それでもない別に一発目でもよかったと思う、なるほど、カジサックさんが言われたらもう別に間違いないやろな、もう一回 LINE しましたもんね、あ、大丈夫ですか、俺こんな状況ですけど、あ、そうですよ、コラボも大丈夫ですか、全然全然って書いてたから、日に日にあの炎上が増してますけど考え直してくださいみたいな、いやいや大丈夫ですよ全然全然優しいと思う、いやいや全然全然良かったですけどな、お会いできて、僕も炎上してるんで、まあ良くも悪くもその経験が良かったですね、あ、やっぱその、いじめたいじめられたじゃないですけど、やっぱ、うん、どっちの気持ちも分からないと難しいですよね、うんうん、僕も休止してるぐらいの炎上なんで、それがね、そっか、自分自身が休止しようと思ったんですか、このままじゃあかんと、炎上沈下できへんぞと、いや僕はもうそういうの全く気にしないんで、もう事務所の人とかもみんなも精神的にもこうなっちゃって、社長も、うん、周りのメンバーもヒカルさん、うん、禁断ボーイズと見て注意するんですよ、はいはい、トップメンバーがいたりいたんですよ、うんうん、もうみんな精神こうなってて、炎上で、炎上で、でもう人生終わるような炎上だったんですね、YouTube の中で初めての炎上はそれなんですよ、なるほど、まだなかったから、炎上っていうものがなかったんですよ、うんうんうん、炎上っていうもののお祭りが楽しすぎて YouTube の視聴者が盛り上がっちゃったんですよ、なるほど、初めてはえげつない炎上したんですよ、それで、でも僕全くそれ気にならないんで、うん、で炎上だから何なんですかぐらいの感じなんですよ、うん、で周りがもう休止するから、これはもうラファエルさんも一緒に休止合わせてくれないと、うん、おかしくなるから、うん、お願いやから休止してくれって言われて休止しました、はぁ、なかなかやな、そんまに気にしないんですよ、周りから言われて、僕ほんまに気にしないんですよ、そういうの、へぇ、全く気にならないんですね、そういう2チャンネル、当時の、はいはい、2チャンネル、見方わかんないですよ僕ほんまにわかんないですいや、ハート強いな、そうなんですよね、僕は当時も言ってたのは、まあ、特に YouTuber なんかまだ当時そんなニュースになるようなことなかったんで、うん、特に今はあれですけど、うんうん、それ当時僕言ってたのは、まあ、炎上ってやっぱさテレビでニュースに取り上げられて炎上じゃないかっていう話をして、うんうんうん、で興味ないんで僕は、これが一般人 A の意見だと思うんですよ、はいはい、でこれ一般人 A の僕みたいな立ち位置の人間の耳に初めて入ってきて炎上なんで、なるほどね、だから木下さんの時とかもその、まあ、なんとなくちらっと聞きましたけど、うん、そんなに僕の耳にパーッて入ってくるようなことじゃないから、僕の中で炎上じゃないというか、なるほど、まあ、木下さんね、すごい反省されて謝罪とか出してっていうご本人のあれかもしれないですけど、周りの、まあこんなもんなのかなっ
うん、ああそっか、まあ、一番はやっぱメンタルやられるのが良くないんで、うん、はい、そうか。あ、すいません、おはようございます、おはようございます、おはようございます、遅ない、いや、混んでたよ、いや、家すぐそこやん、まあ、そうっす、家ここから2分ですよ。あ、いや、お会いします。あ、始めまして、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。本物っすね。お願いします。でかいっすね。めっちゃでかいんすよ。森下さん、お願いします。いや、キラじゃない。森下さんでしたっけ？あ、違いましたっけ？キラじゃないです。やめとけ。すみません。でかい。あんまテレビ見ないんです。すみません。あ、いえ、全然全然。すみません。おかましい。何をしようと思って。今、リポート良かったから。はい。あ、そうなんですね。やってくれなかったから。あ、すみません。いえ、そうです。対談とか、今、撮るのどうやってやろうかって話。あ、なるほど。キラさん、今日対談で。はい、わかりました。はい。そうですね。はい。確かに。内容は。結局、さんの。結構今、絡むちょっとリスクかなっていうのはあったんですけど。まだ理由だって。でも、それは、今回、受けていただいてありがとうございます。いやいや、もちろん、そうです。全然問題ないです。いや、もう。だから、炎上俺もしてるから、木下さんが炎上したから、炎上なおでしてる人の気持ちとか、木下さんの本音。まあちょっと梶作さんの動画撮った時に撮っちゃうかもしれない、はい、あ、全然全然、ああいう感じのちょっとあれですね、やっぱつまりは言うなって何怖いって、何怖いって、なんかちょっとやっぱニュース見てたんで怖いです。そんな、そんな炎上しました？何もないですよ、ちょっとでかいだけですから。あ、はい、でかいからまた怖がれちゃうんですよね。そう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 、怖いイメージは、あ、すいません、でかいから怖がれちゃう、それはあるとは思います。はい、それはあるっすよ、はい、そうなんですよ、183の120ぐらいあります。120、はい、結構もうやられたもんたまったもんじゃないですよね。いやいやいや、まあそうですね、確か怖いと思います。だからちょっとそこへもやっぱり後輩へもちょっと申し訳ないなと思いましたね。はい、ですね。え、年ですか、だいぶ年齢ですか、はい、48です。48でそうなってくるとあれですね、おっさん まあでも、まあ、YouTube はほんまに全然やれば面白かったら視聴者さんすぐに還元してくれるんで。あ、ほんまですか。いや、最初だけっすよ。あ、ほんまですか。いや、でもなんか桁違いですよね、低評価が。そうなんですよ。だなんか日本一かなんか記録作りましたよね。2位がだからヒカルさんじゃないですか、じゃあ。まあ、僕もだって押しました。イーさんも、イーさんも押したんですよ。すいません。すいません。いやいやいや、でもそれはもう本人の。一人ワンクリックできますからね、高評価、低評価、もうそれは一人与えられてますから。なんで高評価と低評価を押せるようにしたんですか、あれ、あの動画、あっしないと。あれ、きっとがん、とがんかったんですね。あれはもう盛り上げを助長してるんで、あれを。そうか。コメントも。できます。はい。書いてない。しました。飲食店のあれ、コメントお前。いいねを押します。飲食店のコメントこいつ。あの人いました、こいつ。お茶持ってきた時のあなたみたいに。こいつは飲食店の間に入ったんだ、こいつ。イーさんやめてください。こいつです、こいつです。イーさんやったんや。こんな身近におったんや。でもそういうことですよね。あ、そうです。書き込む方は街いっぱいたくさんいらっしゃいますから。いや、すごいっすよ。めっちゃ低評価多いっすよね。多かったですね。逆にすごくないですか、そこまでで。まあ、確かに。気持ちは悪いっすよ、おっしゃって、やっぱり。うん。まあまあ。それ、ちょっとペットボトルこっち持っていったところで。なんでやねん、いや、なんでやねん、いや、よし、大丈夫やろ、いいっすか、いいっす、あ、そうっすね、まあ、僕、会ってみたかったですけどね、ちょっと一度、ありがとうございます、僕、見たかった、みんなそう思うでしょ、僕もそうですもん、ありがとうございます、嬉しい、いや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 、スターですよ、やっぱ YouTube、いやいやいや、でかいっす、本当に、ちょっといいっすか、僕も結構でかいって言われるんですけど、はいはい、僕、ちょっと、どうぞどうぞ。うわ、でかっ、でかいですか、全然でかい、写真いいですか、全然、あ、いいっすよ、インスタですか、はい、あ、インスタ、インスタ、ペットボトル持ってもいいですか、いいですか、大丈夫ですか、ペットボトル持ってもいいですか、はい、いいですか、こだわってくださいよ、全然全然、ありがとうございます、で、ゆうとくんちょっと顔持ってて、下に、下に、そう、あ、きましたね、インスタの踏むみたいな、それ全然大丈夫か、それはできないです、できないよ、それはやめとき、できへんって、そんなできない、あ、シャレやから、あ、そうなんですね、シャレやない、シャレやというかな、生地や、飲みしたかんだよ、大丈夫、ちょっと日本僕、あれもね、いや、日本僕の、日本僕の、日本僕のですか、でもあんなも生地も、まあ
あれですね、あんな風に書かれてきついですね。まあそうですね、いやまあでも僕が悪いですよ、もうこれは反省です。もう変わ、生まれ変わらんとあかんなと思いました。あ、うん、いやでもさ、やりづらいもんな。まあなんか、うん、怖いんですね。普段はそういうことはなかったんですけど、まだ信用できないんで、全然ラバさん。いや、いやなんかまだ本性というか分かんないんで、やっぱちょっと遅れた時は目怖かったんで、やっぱなんか今のお前遅れてんねんから、それはそれはもし仮に木下さんが怒ったって、それは普通や。まあ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 大先輩で、いやいやそれそれ28年です。大先輩、分かります、見たら分かりますよ、もうおっさんなんで。いやだからお前らそれ怒られてもしゃあない。いや大丈夫ですけど、はい、結構あれです、おでこも結構きてる、だいぶきてる。まあちょっともうハゲて、まあ、30からですね。でも変じゃないですよね、イーサンも。あ、そう、年齢はまだ、あ、僕はそんな、はい、そう、まだ若いです、はい、皆さん若いですもんね。プライベートも言わないですよ。お前遅れていてんからそんなマウントとんない。いやいやいや、別にマウントじゃん。こいつもテレビ好きですから。投げないです。大丈夫ですか。いや、飲むだけです。さすがにいただきます。いやー、そう、28歳、30でも。もう、そうっすね。すごいっすね。松竹に20歳から入ってですから。ちなみにどうなん、あの、低評価とか、現状とか。まあ、確かに僕、スタートして、ここまでなるとは思わなかったですね。考えなかった。はい。まあ、もちろん、やってはいけないことで、あの、わっとなっちゃったんでね、とかいう中で、まあ、言われるやろうなと思ったけど、ここまで、まあ、記憶出すぐらいまで、まあでもそうだな、うん、確かに、まあ、なんなんですかね。でもその、まあ、やったことは、まあ、木下さんご本人も反省されてるところで、動画の通りにね、あるかもしれないですけど、はい、まあダメなことなのかもしれないですけど、記事もちょっと持ってる部分もあるじゃないですか。何年も前のやつも今言うとか、うん、いろんなのがあったりするじゃないですか、はいはいはい、そんな、まあ、事実あったってことだよ、事実。でもそんなに騒ぐようなことじゃない。いや、まあ、あの事実はありましたね。事実は、はい、それはあの、いや、そんなもんじゃん。いや、しょうがない。ペットボトルも事実なの、それは。いや、はい、事実だって言うたら、それは絶対事実。そうですね、あの篠宮君っていう方なんですけど、投げたのはもうずっと仲良かったんですよ。本当20何年間の付き合いで、まあ、その距離感もちょっとね、クリスマスとか一緒に過ごしたような友達と仲良かった子が会えたんで、ちょっと距離感が分からなくなっちゃったっていうか、まあ、結果やっぱやってはいけないことですよね。やっぱ怖いですよね、それこそおっしゃったようにこんなでかい、はい、いや怖いですね。痛いですし、絶対その多分踏まれるのも、はい、そう。自衛隊の時なんかボコボコされましたよね、先輩。自衛隊とはちょっと違うっすよね、多分。そうですか。ああ、いやー、熊より怖いですよ。熊が木持ってるより怖いです。確かに確かに、発音おかしいな、熊。それは確かに熊やで。まあでも怖いやろな。寄ってたんすか。まあお酒飲むライブやったんでちょっと酒は入ってたんですけど、はい、あ、じゃああれっすね、あの謝罪の時に寄って言わなきゃダメです。その寄ってる時の木下さんだと分かんないんで。あ、その時のね、その時のね、それやんないって、はいはい、その悪かったって言われても、うん、見てる側が定評が落ちた。そうですね、いや、はい、はい、僕も寄ってないかったんで、あのこのふわっとはなってましたけど、別に寄ったせいにはしてないですね、その時の沸点が。うん、そう、もっと先輩として、ね、受け入れるように、あの器の小ささが出ちゃいました。切れちゃったっていうのが事実ですね。いや、そんなんな、まあ、じゃあ逆にな、それがあかんことだったとしてもな、そんなん、そんなグワッとなるほどのこと、そんなんで切れんなってことですか。違う違う、そんなんで話題になるようなこと、それ。あ、まあ、まあ、もちろんじゃないですか。なるんですよ、普通、うん、はい、まあでもなんかもっとこう大物の方がやるんやったら分かるんですけど、大物ねって。いえいえ、ヒカキンでも10年やろ、30年やろ。いえいえ、もう年数だけですから。まあでもあの、まあ、本当にさ、ひとしさんドキュメンタリーを優勝逃してたんだ。確かに確かに、大物やと優勝します。もう出れるんがすごいって。いえいえ、そうなんだ、出れるんがすごいって。まあね、あっこでやっぱ優勝したかったですね。まだ出ましょうよ。いや、もう本当、次機会があったら絶対優勝したいですよね。あれ、ちょっと機会ないんじゃないですか、もう。失礼なこと言うなって怒ってくださいね。いえ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 、でもそれは分かんないです。これこっからの頑張り次第やなと思います。どうにかなるかな、頑張って。それがなりますよ。
木本さんはめっちゃ僕好きなんですよ。わかる。木本さんめっちゃ好きで、俺は木本さんめっちゃ怖いイメージあるわ。ああ、僕なんか個人的にそう、俺なんか不機嫌なんですよ、あの挨拶とか。ですよね。はい、そう舞台にスリッパとかやったら怒ったりとかっていう不機嫌の役割なので、別に怖いとかじゃないです。木本さんは厳しい感じ、いい意味で厳しい、いい意味で厳しいイメージ。そうそう、不機嫌ですね。そうですね、そうですね、はい、はい、の相方が空気を乱すと腹立つちゃうなって感じですよ。相方がしてね、相方がして、そうですね、はい、確かに、そういうね。でも本当に相方に今迷惑かけたなとは思います。見ても低評価押した、あ、どうですか、押しました、押して言うなって、怒ってくださいね。いや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 、でもしょうがないです。これ YouTube こんなんなんで、いやいやいや、大先輩ね、しょうがない、大先輩ですけど、会社やったらもう役ってお前で、ね、ほんまに、まあ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 、いやだからこそ責任感があるからやっちゃいけないですよね。そういう役員という役職がついて、責任感がなかったんだなと思います。いや、帽子を外す癖が出会えるじゃないですか、めっちゃ怖いんですよ、さっきから。確かに怖い、こういきそう、ペットボトル、ペットボトルですね、これが絶対ないですから、もうこんな状況で今から仕事しね、あの初めてお会いして、そんな急にペットボトル投げたりしない。ラーさん絶対行ってください、怖い、怖い、失礼なこと言うなって、怒れよ。いや、いや、ないっすよ、ないんですけど、いやでもそう思われてるんだなって。優しい、ないっす、ないっす、普通です、優しい。うわ、友達の風呂怒るなってよ、お前それ。全然大丈夫です。いやー、ちょっと行ってこうか、あら、トイレ行くか、そういうのって言うんだよ、お前ら。ちょっといいですね、そっち行ってください。いやいや、どうぞどうぞ。いやいや、大丈夫です、大丈夫です。ラーさん帰ってくるって結構長いですか、ミダさんは。いや、長いっすね、結構お付き合いしたい。はい、まあでも長いって言っても1年ぐらいですよ。あ、そうなんですか。はい、全然全然、はい、ユダ君最近やし、僕最近ですね。そうですよね、はい、数ヶ月前、硬い人、どういうやつ、硬いっす、すごいっす、いいっすね、肩パンとかってなんか芸人さん言うあるじゃないですか、肩パンみたいな、肩パン、はいはい、ユダ君一回、ユダ君なんかやって肩パン、うん、やっいいっすか。いや、別に、はい、プロレスとか一回やってみたい。あー、なんか芸人さんとやるやつ。いや、え、何をですか。なんか普通にちょっとプロレスでやってもらっていいっすか、じゃあゆうたくん、せっかくやるんで。痛風やない。あ、もうさ、痛風とか別に大丈夫っすか、足とか関係ないと思うんで、上とか、上に、ゆうたくんちょっと、もう一応もう倒れた。プロレスやってんすか。いや、やったことない、ちょっとやってみたいな。そういうこと、そういうこと。あー、いい、はい、イーさん止めてください。あ、オッケー、お願いしますよ。いやいや、何なんですか、何でやってみたいなって。あ、いいじゃん、本当に、よし、いざ、助けてよ、助けて、助けて、ちょっと待って、あれ、あれ、痛い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 、ベトボトルだけ、ちょっと待って、ちょっと待って、やばい、いやいや、やばい、いや、ちょっと、でかこんなでかい、やばい、そうなんですよ、すごい、びっくりした。何やってんの、お前ら、何やってんねん。クラスタープロレスなのすなって。すみません、すみません。いやいやいや、何やってんの、お前、マジで。すなのすんなって。あれですよ。なんか、プロレスみたいな。すみません、いや、ほんまにすみません。いやいやいや、何やろって、お前。失礼やって、そんな。言ってるやん、お前。誰得してきてんねんから、お前。すなって。すみません。あ、意外と弱いです。いやいやいや。意外と弱いです。弱いはちゃうって。すみません。いや、全然全然全然。楽しそうにしてますよ。お前が言うなよ、失礼やって、まあ、楽しめた、楽しんでねえやろ、トイレまで聞こえとったぞ、お前キャーキャーキャー言うて。大丈夫、すいません、すいません、すいません、なんかいいぜ、いいぞ、ノリで、気持ち怒んないっすね。いや、逆にどうやって怒ります、逆に。いや、怒る、いや、え、いや、そうですね、いや、プロレスごっこで怒らない、怒れへんな。